さあ、できます。前回戦いは誰のためにまでクリア、5のデータでございますね。5のデータっていうか5ですね。まあやっぱね、夜になるとやりたくなるな。スパロボはね、ほんとやりたさでやってる。眠いなーってかって思いながらも、でもやりたさでやってるな。V ガンを育てるべきなのか。トップファイター、うん、ガンイージュだったんだよな。ガンイージュを育ってんだよな。やっぱ強いよこれ、このユニット。ただ一つ分かったことは、ガンイージュは空飛んでないんだね。陸しかない。タイプ陸しかないから空飛べないんだけど、地形適用は陸 B なんだよ。だから噛み合ってない。ミノフスキークラフトっていう空飛ばすね、強化パーツをつければ空飛ばすことできるけど、陸 B なのがいただけねえな、やっぱなっていう。個人的にやりたいのはアレックスの走行をめちゃくちゃ上げたいんだけど、上げてもスピードアップには繋がらないからな。それはゲームのスピードアップには繋がらない。その辺考えるとこの辺を上げていった方がいいんだろうなと思いつつも、体は正直アレックスのガトリンガを上げてしまう。よし、じゃあ行こう。このむちゃくちゃな強化でいいのか、いいのか、俺は本当にこれでいいのか。アレックスなんか使わんぞ多分。マグネットコーティングなどいらん。チョバマーマーは全部アレックスのもの。当てにくい。この辺りにつけとこうか。この辺りにつけといて、うん、うん、これでいこう。ただパイロットちょっと変えときたいな。パイロット乗り換え。アレックスをカミーに乗せてっけど、アムロの方がいいんじゃないかな。カミーをガンイージーに乗せて、うん、限界反応が出てたのか。うんうん。でアムロをアレックスに、限界反応が出るな。マーベットさんは、メタスに乗させよう。マーベットさんはメタスに。これと別にニュータイプでもなんでもないでしょ。レコアは外し、レコア外しが横行している。我がチームではレコア外しが横行している。パイロット能力、マーベットさんのニュータイプでもなんでもないでしょ。だよね、まあ、幸運持ちだから使いたいっていうだけで。んーで、ユニット改造、アレックスちょっと限界反応が出てるのでちょっと上げていく。こんなもんでいいでしょう。こんなもんでいいでしょう。しょう、よし、 OK。 いきます、次のマップへ。某 V ガンダム光の翼。ちょっとね、今日はあのこの動画を撮る前にバーチャロンをやってた。バーチャロンのテムジン使って、テムジン使って濃厚やろうかなーとかって思って、しばらくね10回ぐらい撮り直しをしたんだけどね、したんだけどね、中間ボスのブラッドスが倒せずに諦めた。全くあの倒せる糸口すら見えずに、ね、テムジン、バーチャルの主人公、2号機ジオの手に渡ったようであります。後はあとはジオンの星の空作と夏を待つのみか。こいつら、悪そうな人たちが企みをしている。シロッコは軌道衛星上のジュピトリスで待機中だったな。バスクの声が出したい。バスクの声が、ふんふん、シロッコめ、自分は地球へ。ダメだ、今のやったことがもう恥ずかしい。地球へ、地球へ、地球へ降下しないつもりか。しかしあの男、ダメだダメだ、出ない。なんかすごくこうしかし、ダメだ出ない。バスクの声が出ない。声優さん誰なんだろうね。めちゃくちゃあの低いドスの効いたこもったような声。は、
そういう声が出ないね。自分の声もそんなに高い。とりあえずクシュニナーダ率いるオズですな。高いわけではないけど低いわけでもないんだよ実は。むしろ高い方が出る。裏声を使って、ね、なんだかな。なんか喉仏がフェチみたいな人いるじゃない時々。まあそれを聞いたのは男の人で言ってた人がいたってあれだけどな。でも全然喉仏出てないんだよ。声は多分ねあんまり低い声が出にくいというか。うっそどこだ、うっそどこ行った、僕はここだよ。春か、懐かしいな。春のオリジナルってアムロが作ったって本当？そうか、早く始まって、早く始まって、ビクトリーの調整って、あ、まあそうか、別にウッソが何もかもやってるわけじゃないよ。アムロさん、ウッソは結局ビクトリーに乗ることになったんですか。彼をモビルスーツに乗せることは望ましくないが、アーガマタにとっては戦力増強だな。子供の手を借りてまで戦わねばならないとは、7年前と何も変わっちない。なんだ、もう別にどっちでもいいが、課題評価されてるみたいだね。あれ、アムロの服って連邦の服だけど、古いタイプの連邦の服になってないか、色が。僕の二の前だけは踏むんじゃない。重力というやつは本当に人間の心を地の底に引き込む力があるようだ。いきなり語るったらないな。この流れは文脈として正しかったが、もう7分経ってるもんな。おかしいよスパラボの時間の流れは。多少エッチな CG の一つや二つあってもいい時間で、ノベルゲームだったとしても。南アタリア島って実体どこにあんの。ハワイ諸島上空。ほうほう、アメリカ西海岸にいる。慣れ親しんだアメリカ西海岸の味。これが成功の証となるみたいな。ブルーボトルコーヒーのツイッターの宣伝みたいな。宣伝なんかな、レビュー。変わらない西海岸の味だったかな。意識高い系の書き込み。単体でモビルスーツで突入できるのはゼータガンドもできるぞ。ゼータガンドもできるのかな実際。オズ、あのローム・オブ・エナサイトの施設軍隊か。オズと戦うのか、長くなるぞ、長丁場になるぞ。ヒーローか、敵は。敵がヒーローか、味方がヒーローかわからん。今回のこのウィングガンダム勢って、ガンダムウィング勢って使えるのかな。トーラスがいる。お、また死神、死んでるの出てる、死んでるの出てるし、なんかユニットの数少なくないですかね。6体しか出せん。とりあえずアレックスを先頭にして、ガンイージも出すでしょ？これに。絞るね。絞るね。嘘？出すか？嘘？メタス出そう。
でいいのか？本当は V ガン出した方がよくないか？まあ嘘か、幸運持ちだよな。出すならお金儲けだよな。アーガマに次ぐ私は連邦軍特務部隊オズ所属ゼクス・マーキス特佐だ。うるせえ。ウィン、ガンダムウィングで見るとな、ゼクスって全くその何なんだろうなってやつだな。かっこよさげだけど、とりあえずはね、ちょっとわかる、ちょっとわかるところがある。人の本能が戦いを求めていて戦争をするんだけど、そのなんだろうな、戦いする姿がね美しいみたいなところにこう主眼を浮いているから、まあすごく迷惑な話なんだけどさ、ちょっとわかるところもあるんだよ。でとりあえずとリリーナは完全平和主義だ、主義者だからが争うのもわかるね。このトレイズとねリリーナの間でこのゼクスは何なのかなっていう。その通りだ、俺の任務は赤本隊の監視を超えてるしな。もし赤本隊がコインに気を向くことがあれば、俺はこの顔を沈めると。なんで危険物扱いさなくちゃいけねえんだ。平和のためにか。だが完全平和主義を掲げた私の祖国、連邦軍によって滅ぼされた。うるせえ、それを喋れ。ゼクスを肯定することはできんわ。ほんとね、リリーナを思えばね、仮面をつけていようと。戦わない人が戦艦の中で期待されている。本当だったらもうクワトロバンバン出していって戦闘に出していくべきなんだろうよな。死んじゃってるから。おお、ほんとね、ゼクスはね。お、ウィングガンダムじゃん。攻撃指令、任務了解。内容、敵機の撃墜。やめて、こっち狙わないで。ターゲット確認、排除開始。勘だよ、勘。ほう。んでせずに出るな。目的も俺と同じか。現時点でガンダニウム合金だけって言うけど、多分他にも結構いろんな機体がそれ可能になると思うけどな、このスーパーロボ世界ではな。ウィングガンダムだけじゃないと思う。使えるの？使っていいの？2720の消費20で強いな。自爆がいらんのだよな、自爆。悪くね、もしも手に入るなら。見た今、ちょっとフラッと見たけど、そこ2100って強くないですか。じゃあ行こう、攻めていこう、攻め上がっていこう。あとはあのお留守番で、お留守番でお願いします。説得とかないよな、別に。ないよね。お留守番。死んでるから、お留守番。円形ゲッター2、中に潜って。しかし、今回も長かったな、戦闘に入るまでが。15分ぐらいかかってるな。飛ばしゃいいってもんでもねえだろうしな。悩ましいとこです。すぐ気合が使えるところが良いところですね、コンバトラーの。
ち出しに行く。ウィングガンダムに邪魔させない。コンバトラー V で蹴散らしに行く。本当は飛べたらいいのにな。飛べたらいいのにな。気合だけしとくか。はい。あまり前には出れないから、ここに OK。ほい。どうしようなぁ。こんだけじゃないと思うんだよな。防御反撃一発食らっておこう。マーベットの幸運で倒したいけど、とりあえずに当たるとは思えんしな。どれだけ食らう。あ、まあまあ効く。まあまあ効く。キュン。線が効きほしい。やるね。やるのはそちらのトーラスも同じ。あれはリーオーだよな。エアリーズか。一応名前出てくるな。まだ頭がそこまで老化してない。老化っつうかなんつうか。返してみせる。この勝負受けてたと。テラコヤス。終わりだぞ、ゼックス。たった一撃でこのダメージ面白い。ずいぶん食らっとるやないかい。HP 多いな。いやー、まじまじと見たことなかったな。トールイス、まあまあかっちょいい。これはスパロバルファードな。まずいでしょ。ちょっと効きすぎじゃないですかね。これもこのターンにトールイス落とした方がいいぞ。これリリーナ早く退避を。ここもすぐに戦場となってしまいます。いいよ、私は怒ります。何しとるんじゃ。早く逃げた方がいいぞ。というか逃げてくれ。ビームバズーカを使う。67か。やるね。集中。いろんなシナリオが考えられるけど。でーんでーんでれれ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 れほんまにやる？危ない危ないよ。ちょっと危ないよ。下手したらあれだ。下手したらあれだぞ。ここで今カミーユが対象になるとこだったぞ。それぐらい今危ないシーンだったぞ。どうすっかな。削れる？削った方がいい。一発ぐらいは削った方がいい。サブメガ粒子砲 24% のサブメガ粒子砲。確実なのはこれで。うん、サブメガ粒子砲にしとこう。うんうんうん、間違いじゃないはず。んでゲッタービームでとどめを刺そう。ででで
せい。メインメガだと多分倒しちゃう。多分倒しちゃう。まあいいでしょう。まあいいでしょう。ったうーん。大軍が何してんの？まあ聞く。お、なんか今スパロボの攻略サイト見てんだけど、選択肢ゼクシスと皇帝スルを選ぶとトルギス3入手条件の一つを満たすって書いてある。失敗。もう取りませんね。トリギス3を表に入らなくなっちゃったね。スノトーリス、そんなに強くないからな。まあいいを繰り返す。ゲッターがいいか、コンバトラー V がいいか。まあ、ゲッターだな。1考えたらゲッターだな。空中、精神、気合、気合、ついに努力もしとこう。努力はいっか。いや、努力もしとこう。もりもり、盛りだくさん。これで打つからな。そら効きますわ。いやー、ゼクスを肯定する？肯定した方が良かったかな。否定したら何かいいことって何もないようだからな。何か良くなることはない。みたいな。やっちまったな。やっちまったな。見なかったかもしれない。ゼクスを肯定していいことは何もない。私の運命はここまでか。信念あるんかいねっていう感じだな、ゼクスは。おお。許すな、ゲッター。どうしよう、まあ、倒したところでね。修理費6800円高いな。6800万高いな。なんなら幸運使ってって気もするけど、なんなら幸運使うか。いや、なんかまあ出てきそうなんだよ。だからそっちに全力を向ける。まあなんか出てくる。でねねねね、メタスを使い方間違えたね。手加減で加減であれするべきだった。トゼクス、まあ負けはしないよ。まあ負けはしない。ウィングのね、ウィングの敵を排除しておかないと。危険だ。危険ですね。超電磁応用は時間かかるので、スパークで倒していく。この作戦はあまり良くないな、やっぱり。実はアトミックバーヨーヨー、ヨーヨーだよな。時間かかってもヨーヨーだよな。便利なんだけど時間かかるっていうのが難点だ。便利なんだけどな。超電磁ヨーヨー。
どう倒せる？ちょっと次元が違う強さをしとるな。なんでかコンバトラフ上げてないはずだよな、あんまり。次元が違う。今回すっきり終わり、さっぱり終わりそうだな。シュッと終わりそう。あ、間違えた。間違えた。間違えた。防御反撃しがよかった。いけるか。緑色だ。ね、別に当たってよかったんだよ。こんな腕に仕込んだガトリンがめっちゃ強いとかさ、意味わからんよな。ビームよりもこの腕に仕込んだガトリンが強いっつんだから。それもガンダムマーク、ガンダムマーク4か、まあ、4号機か5号機みたいなさ、メガガトリングカノンみたいな、そんなんじゃなくて、ただ腕につけてたけど当たってないんだよ。もっと当てて、もっと当てていいよ。口を気力上げるためにもっと当てていいよ。腕に仕込んだガトリングが小さいよ、多分そんな大きくないよ。それでこの蜂の巣にした。効かんね、効かんね。今はひたすらこのアレックス無双してるけど、あともう何話か進んだらもう使えなくなるんだろうな。今は強いけど。おろ、なんでダメージなの、この村が。なんで村があるんだろう。その計算がよくわからないんだよな。ビッグブラストと見せかけてやっぱりスパーク。ヨーヨー、スパーク。ヨーヨー、スパーク。ビッグブラストで倒してもしょうないでしょう。ヨーヨーだな、やっぱり。なんでヨーヨーかって言ったら、消費が、超電スピンの消費が80で、80で、で、スパークの消費が30で、で、コンバトラ V の EN が170でって考えるとね、超電スピンを2回使うためにも、2回使いたいから、効かねえな。2回使いたいからやっぱりここはヨーヨーになっちゃうなっていう。よくもやってくれたな。目が光る。超電磁ヨーヨー。なんでヨーヨーを選択したんだろう。いくらでも強そうな技は武器はありそうなもんだが、これが後のハンターハンターのキルアに受け継がれていくのか。ヨーヨーを武器にするキャラクターってコンバトラー V が初でなのかな。いや実際どうなんだろうな。コンバトラー V が一番初めなのかな。スケバン刑事、スケバンデカとか。まだだ、まだ。あらら、倒せない。メインメガ粒子砲、撃ってみとく。とりあえず撃っとく。倒しきっちゃうよね、これ。よし、メガ粒子砲撃て。多分倒せる。しまった。だよね。もう終わるぞ、これ。30分まで終わるならいいですね。うん。ペタスで修理しとこう。移動してから修理するか。その方がいい。
レベル上がらんな。誰で倒そうかな。この連中みんなレベル高いな。アレックスになっちゃうわ。アレックスになっちゃうわ。ガソリンが。なんでこんなにダメージばらつくんだろう。その計算式がわからん。一発で倒せるときもあれば、クリティカ出ても倒せないときもあるしって感じで。はい、どうなる。今度は敵かい。じゃあ一思いにやってやる。後悔するなよ。後悔するなよ、幸運。一思いにやってやろう。一思いに。スパーク使ってみられるやるか。しゃあなし、しゃあない。超電磁スピン使いたいけどな。目が回るんだよな。そういう欠点がある。レベルは20、22。できれば努力も使いたい。まあスパークでいいや。スパークでいい、スパークでいい。口ほどにもねえな、ヒーロー。敵に一発もこちらにダメージを与えずに速攻排除される。戦う意志だけ見せただけで。これ早くていいな。出が早くてよい。まだの家のエネルギーをもうちょっと上げるかもしれないね。そう考えると。やってねえ。やるだけのことやってねえ。あ、全然お金もらえんかった。幸運つける下意味なかったな。エアロゲーターか。報告通り、なかなか面白いサンプルが揃っているようだな。わざわざこんな銀河辺境の惑星まで来た甲斐があるというものだ。はい、ほほう。バルマージ。困るなぁ。出てこられても、出て困られても困るなぁ。もう幸運がないぞこっちには。幸運持ちはもう見にくいけど、見にくい。ゲッターがもうちょっとレベル上がったらもう一回使えるんか。ゲッター無双はきついぞ。なぜならゲッターは柔らかいからな。この数相手するのめんどくせえな。ひたすらただめんどくせえな。チャクラムシューター。チャクラムシューターだというなんだ。チャクラムシューターでいいや。ひたすら今まで射撃をメイン武器としてやってきたけど、正直そんなに時間をかけてるのもバカらしいな。倒せんのかい。
倒せんのかい。同じダメージを与えるはずだよな、理論上。どうなんだろう、理論上同じダメージを与えるはずだ。よかった、外れてくれた。やっぱこの体力見ると全然では使いたくないキャラだな。ハエみたいな虫みたいなエアロゲーターと同じ体力しかないからな。2700前線で使うのは危険すぎる。同じダメージだ。何者、何事。なるほどね。俺は地球連邦軍極東支部所属重戦機体の藤原忍だ。何かあったんでしょうね。ラッキーキス。戦いお前たちがいつまでもピーピーやかましいひよこかどうかで決まる。ガードの強さは何だ。ガンダム2号機を脱出したやつのホワイトホワイトセリフを思い出せ。信念ですか。唐突にぶっこんでくるな、アニメオリジナルのシナリオ、セリフを。どっちも藤原少尉なの。裏木少尉、突貫します。やってやるぜ。合体してくれ。合体してくれ。幸運ないの君たち。幸運持ってない。幸運持ってないの君たち。四連大口径法憲法。気合使っとく。多分ビッグモス A になるよな。おー、なかなかスパロボでは見ることのない重戦機体のビッグモス A のアグレッシブモードの形よ。どんなんだろうこれ。ただたやたやするだけかな。これ見たい感はある。確か野生化するのって銃は必要だった気がするけど。合体できるの？合体は。合体はできないんですかね。変形はできても合体はできないみたいな。イーグルファイター H、ヒューマン形態。こんな感じなんだな。でも、こっちとこっちの方が良くないか？まあ、変わんないな。いやーね、なかなかダンクーガってアニメで見ることもないし。裏木少尉特化します。分離したらダメだよな。裏木少尉行きまーす。ビームライフルしかないぞ。使っていいものかどうか。弱くないか。下手したら弱くないか。
モンシア中オーソドックスだな。信頼は余計。狙撃があるか。まあ撃ってみますか。従来フル死にはしないと思うけど。でねーでねーねー、俺だって。どんなもん？いやー強いぞ敵さんは。ちょっと絶対的のが強いやん。こんなん死んじゃう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 。これ30分とかじゃ終わらんな。どんなに頑張ってもそんな早く倒せんぞ。あんまり食らうのも良くない。さすがに集中をかけとこう。I got the burning love. 愛は輝く。20分とかの細切れにした方がいいのかな。どうなんだろうな。スパロボに関して細かくコンティニューで分けていくみたいな。バカな。ラムロの技量とアレックスのクリティカル率が噛み合ってもうほぼほぼクリティカル発生マシーンとかしている。弱いなぁ。ウルバーニアが、ウルバーニアね、 GP01 試作1号機が、試作1号機が弱いなぁ。どうするべ。ねえ、こんなん使ったってな。でも裏木は好き。どうしたもんか。でも裏木は好きという気持ちに正直に答えてきた。ほぼほぼ治ってるな。渋いな渋いな。もうやっぱ一番はやっぱあれか、戦艦で突っ込んでマップ兵器で蹴散らした方がいいような気がするな。 E12 よ E12。 シールドないけどね、メタスには。ビクトリー一発では倒せんよな。スピン、超伝スピン。まあ、スパークの一発だな。
いや難しいな。こうやってとりあえずスパロボ取ってはいるけどさ、何もつかめてないもんね。喋りとして面白いことが言えてるわけでもなし、面白いこう話題を触れてるわけでもなしね。うん、ただだらーってやっちゃってね、よくね、よくないけど、他のゲームならもうちょっと喋れるなっていうところが、もうふわーっとぶわーってやっちゃってるな。不思議だ、もう眠たさと戦ってるから。人間眠たいってね、なか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 ね。そんな攻撃がコンバトラーに効くかよ。コンバトラーなんつったらいいのかな、本当に本当にその実況の見失うというか、自分が何やってるのかよく分かんなくなってくるというか。実況の中でこう話す内容、話したいことしたいことみたいなのがどんどん失われていって、ただダラってやっちゃってるな。シェンムーの方がまだよかったな。でも別にあのやってることを後悔してるわけじゃない。 やるのは楽しい、スパロボやってるのは楽しいんだけど、実況向きじゃないな、ほんまに。すごいな、これをちゃんとワンシリーズ終わらせれる人ってすごいね。なかなか実に難しい、実に難しい。当ててくれよ、トマホークブーメラン。ガトリングガンみたいなのあるけど、あれ射撃技だからあんま使いたくないしな。うん、いい、シュシュッと投げてる、ささっと投げてる。当たってん、今当たったか、ちゃんと。まあまあ悪くねえな。他の携帯のやつらもその熟練度つうか撃墜数に応じていろいろあるから、撃墜によっていろいろあるから使いにくいんだよな。固定化されちゃう。できれば一発で倒したい。そんなに甘くないかな。多分当たっても大丈夫。見える。多分当たっても大丈夫なんだよ。そのダメージを見てみたいんだけど、まあ。強い。敵に攻撃させずに勝ちたいな。そうじゃないと時間かかっちゃう。もうこっからは多分独壇場だわ、アムロの独壇場だわ。負ける要素がね、全く負ける要素がないと言いましょうか、なんと言いましょうか。だってね、当たんないし、当たるし、当たって一発だし、記憶上がっていくし、どんどんガトリンガー上げていくのも悪くないな。安心感が違う。装甲はあるし、装甲は硬いし、このガトリンガーは使いやすいしね。まあまあ射程に、まあまあ射程に多い弾数。ああダメだ、それはダメ。ビームライフルはこっちあんまり強くないんだ。ビームライフルはあんまり強くないんだ。甘く見るな。
甘い。どうだろう、どれくらい食らわすかな。ちょうどいいぐらい。スパークしかないぞ。ビッグブラスター使わないと言ってたろ。ビッグブラスターただのミサイルなので使いません。こうなりますね。ただのミサイルなのでっていうか、ビッグブラスター射撃技なのね。でコンバッターはあまり射撃の方を伸ばしていきたくないから、伸ばしていきたくないから。おっと、間違えて、間違えてクロームの画面が。これでその都度検索しながらさ、コンバットラーの映像とか口流しながらとかやってもいい。いまいちだ、そこまではないな。強い、スパロボといえば。スパロボ AP ってなんだ。スパロボといえばさ、まあ、あの機体ごとの、機体ごとの全武器紹介みたいなのあったりするよな。あの時々見たくなるけど、あれやってもいいよね、再生数稼ぎのために。だろ、もうここで見えてんだけどさ、そのスパロボガンダム全武装みたいなさ、全武装みたいな動画撮るだけならすぐ撮れるから、あとはその編集つないでやるかどうかだけど、悪くないわ、やってもね。それ結構再生はされると思う。ただ多分チャンネル登録者数は増えないよな。でもそうか、再生されればもしかしたら見てくれる人もいるか。まあ後ろの方で機体が揃ってきたら、そんな風な動画を撮るのもありだね。セーブデータだけ作っといてね。ダメージはもうキャラに、機体によってムラがあるから、あんまり動画的にはそこは曖昧になっちゃうけど、まあ、それであったとしてもいいな。作ろうかな、一つ一つの技の動画、コンバートラー V とかの技シリーズとかやっちゃえばいいよね。なかなか貴重だと思う、このスパロボアルファのそれぞれの機体の技の出しようは。そんな攻撃がコンバートラーに効くかよ。貴重だと思う。もしもこうやってね、いろんな、このままこの動画の撮っていって、いろんなキャラを育てたりしていく中で、コンバトラーは多分めちゃくちゃ強くなるんだと思うわ。武器比較で、キャラクターごとの、機体ごとの武器とかで見ていても、コンバトラーだけなぜか威力高いとかってなるんだろうな。それはこのヒューマが育てられてるからってことだったり、改造してたりだったりするんだと思うけどね。ヨーヨー投げ、多分めんどくさいと思うな、動画作るの。ああそうでもないか、アビユーティエルに叩き込んで、でまあカットカットカットすればいいだけなんだから、そんなに難しくもないか。ゲームの方はコンティニューね。スプリングクラッシャーってどんな武器だろう。どれ、これ、出してみるか。スプリングクラッシャー、ほい。向こうの突撃を受けた後のスプリングクラッシャーです。交互期待。ちっちゃ、ちっちゃ、コンバートはでかっ。
ほう。どこら辺がスプリングなの？どこら辺が今スプリングだったの？バネだろ、スプリングって。面白い。面白いな。もう50体ぐらい倒してない？コンバトラー。20機か。意外に少ない。激追を誰なんだろう、うちのチームの。もう限界反応なんて。カミーユじゃない？意外に。33期。うん。カミーユじゃないか。ほい。あと何体？ 2 体。まだちょっとわからない。ハブクク。バニングとかいう偵察キャラ。してもらいましょう。メタリウムキャノン。バニング強かったら使っていきたいからな。こいつは俺が引き受けた。割と好きよ。どうやら私と互角に戦えるようね。あ、そこまで強くない。そこまで強くない。ここまで硬くない。甘いぞ。戦いは一瞬で決まる。敵に忠告しているのか。それはビッグモス当てたいな。ちょっと遠いか。なんか変わったな、ちょっと。何が変わった？ん？うん。なんで変形 A？ ん？あんま変わってないように見える。もう強っ。普通にまあまあ強い。使っていきたい。できることなら使っていきたいけど使えない。裏木かな。これで一応幸運は使えるからお金回収できるけど、まあいいか。これでちょっと悩んだな。これで正解かどうか。なんならこうとかに倒させた方がいいかなって思ったけど、まあ幸運持っとるからしゃあないね。使っていくわね。やられただと。強くはない。2800円。もう3レベル上げると多分2回使えるんだと思うけど、そんな強くない。
投げてもしょうがないか。一人でもかけると辛いことになるのでやめてみましょう。当たるか。お、いいね、いいね。指揮官機か。なんでその情報がいってんの、エアロゲイターとかいうのには。そこだ。エアロゲイターってのはスパロボオリジナルの舞台なのかな。だよな、多分シャーキンっていうか重戦機体、ダンクーガのね、シャピロか、シャピロが裏切っていくとか言ってるけど、それはそれは、おお、かっこいい。シャピロを裏切っていくっていう、それはだから別の舞台に見立ててるよな、多分。そのお話というか、誰が倒してもいいって状況になってきた。誰が倒してもいいなら、いっそのこと、いっそのことを戦艦で倒すのもありか。加速あるし。まあいいでしょう。キースはダメなのかな、使っちゃ。使えない？使える？キース使ってみたいけどな。ビームキャラが弱いな。ビームキャラの適性が悪い。この機体はもう捨てなくちゃいけないけど。よし、オッケーオッケー、ここまで流れ悪くない。うん、うん、使っていいですか、使ってみていいですか。キバ、見たい見たい、死なんと思うっていうところで、と思うけどな。フォトンバルカンというしかないわけで、うん、これはこれは大丈夫だと思うぞ。見たい、見たさで打つ牙。ただドシーンって当たるに一票ただドシーンって当たるに一票。走ってる走ってる。え、ドーンと行く。え、なんか思ってんのと違うな。ドドドドドドドッと行ってバーンと当たって終わりにするかと思ったけど、ちょっとなんかでもいきなり近いのもちょっといまいち。そんな気がしないわ。このビッグモスだけをさ取れたりしてさ、ダンクーガンに、撤退されたんだか。その情報俺知らんかった。がっくり、がっくり。ちょっと待ってくれよ。攻略するあれに書いてあったか、それ。書いてないぞ。熟練度アップポイント、ビレッタの撃墜って書いてある。ビレッタを倒したらアポジモーターが手に入ったみたいな。悲しいなぁ、それは。お前を殺す、それはそれはしゃあないか、しゃあないか。リアルなリアルなスパロボをやってるから無理か。ビッグモスでちょっとおちょくったのが失敗したな。でも倒せんか。うん、あの時点で倒せるのはアレックスとかぐらいなもんか。いや、まあおそらく、おそらくコンバトラーの超電磁スピンならば、うん、一発で削り切れたかもしれん。
ンダニウム合金。現在位置は太平洋の渋いぐっと締まるな映画。あ、これ W83 ね、ガンダム W83 が好きならね、まあ、なんとなくどんなことがあったのか分かるんだろうけど、全くそのスパロボだけ初めてこれね見るってんだったら何があったのか別になんかよく分からんよな。いやー私のガンダムかーみたいなことがね、ガトーがあの連邦軍の手引きでアナハイムのあの なんて男だったか忘れたけど、手引きで連邦の服を着てダッシュしてね行くんだけどっていうシーンがあるんですけども、それね、あら、シャピロキーズ少佐、うん、なんだ、投げニーナ。なぜかガトーとできてるニーナ。モーラパシと注意、え、注意なの？ウラキよりも階級上じゃん。ゼフィランセス、サイサリス、そしてステーメン、オーキスと合体してデンドロビウム。なんでアムロにそんなシェイン・アキ、アムロにそんないきなりパッと明るくなるんだ。ウラキがほっとかれている主人公なのに。ガンダムに夢中でした。インターミッションが長えな。インターミッションつうかな、しゃべりの部分が今回はほんと長えな。観察かもしれない。何のため？それが分かれば苦労はねえよ。偵察と観察の違いは。派手派手な、派手派手めな。どうなんだ？今でもシャビロのところに行こうと思っているのか？なんかこう複雑で面白そうなストーリーがダンクガにはありそうって感じがするんだけど、なんかいつもよく上がってるな。がっかり見る、スパロボでは興味を持つけど見るとがっかりアニメ第1位みたいな。ダンクガそういう評価は怖くて見れてないけどな。ダンクガノバはちょっとだけ見たことがある。確かにあまり面白くなかった。さっきいたぞ、リリーナはさっきいたぞ。そろそろいいですか。そろそろいいですか。改造させてください。
り出ていくな。敵対する意味はあんまないよな。エウーゴとディオとかと、ディオとかと協力関係を結べばいいくらいだもんで、ね、オズとも敵対してるし、お金少ないな。じゃあまあこんなとこでね。あ、ちょっと待って、その前に、ちょっとその前に仲間に入ったのが皆様ということをね。ジムキャロン2がここにいるから、この辺は入ってるね。でも、あ、ビッグモスとかもいるね。使っていきたいけど、使っていきたいけど、ダンクーガではないっていう意味ではちょっと使いにくいな。ってな具合で、ほなまた。ほなまた、セーブして終わりましょう。今日ここまで。ゆっくり寝ろよという状況だな。ゆっくり寝ろよ。もう眠たいです。ほなまた。